さあ今回は設置物と合わせて使う SMG を使っていこうかなと思いまして、エンジニアです。よく使うスタビーなんちゃらっていう電気の SMG が、設置物を打つと電気の爆発を起こすみたいなオーバークロックがあって、何気にやったことがねない気がするんですよ。なので試してみよう。SMG1 個持ってそれを最大まで上げつつ、まあ基本的に SMG 持った時に持つは持つけど上げないから、これどうなるかですね。で、難易度は4にしてますね。まあ無理だろうと、強くはないと思うんでね、決して。設置物は曲げずに、まずはレベル上げないといけないから、いっぱい置けた方がいいんだよね。テスラコイルがいいのかな。ドローンとかでもいいのかな。ドローンはなんか違うんですかね。リロード。危ない。ここで出るかな。でででででで。来た、スタビボルタイク。これ上げていこうと。もう死にそうなんですけど。いや、弱いっすよね。まあ、こうなら死んでてもおかしくないくらいの。まずでも拾えたので、やばい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 。こっから。レベル上げて、キノコ集めて、後ろは任したぞ。で、いや、曲げ上げよう。ダメージかな。さあ、エリート踏み潰すとして、ナイトラがまだあるはずです。真ん中ですかね。いや、上か。あるね。よし、取れたので行きましょう。さあ、どこまで強くなれるか。とにかく18までで十分かな。死ぬ。こっちにしよう。いや、いけないね。回復して。14レベルか。15レベルね。アリパルサー、設置物。
どっちが早い？まあどっちも同じようなもんか。6レベルまで上げてせめて歩いてほしいですかね。リロード上げて、リロード上げて、連射。お、かっこよくないです、ナイス。で、この武器自体どうでもいいのかな。まあ、全武器 25% か。回収。回復かな、100、まあ、いや、回復か。えいか。多少これ大丈夫でしょう。まあ、回復もすぐ取ればいいですし、でこういうのを撃つと電気が発生するわけでしょ。最後のやつも設置物がいいね。そうなる。何がいいかな。テスラコイルだとちょっと置き方が違うから、止まっても置けるでいうと炎のやつか、炎タレットとか。とりあえず巻きようがないんだけど、こっち行くか。後ろとりあえず強化しといて、ここはもう取っちゃいましょう。連射連射、まあいいかな。取ったらゴール。よし、右上隅は偵察完了と。右下隅はまあないですかね。ないし行きたくないし、でも大丈夫。あったね。上げて上げて、あのナイトラちょっと一旦スルーして、よし、オッケー。あとナイトラの回収行って殲滅で OK かな。上から来ますね。よし、いいとこに誘い込んだね。さあ、弱くはない。あれ、こんなもんしかないっけ。途中弱すぎじゃない。いや、もう進めたね進めたね。よしよしよし、これこの武器をメインにするのやめよう。強化は取るけど、強化してどうにかなると思えない。他のリロード早くして、それこそ強くした方がマシかな。それは他の武器次第だと思いますけど、無理くり取るレベルにはないですね。いなんじゃん。
I'm a better dwarf than yesterday. こういうのはリロードにしますか。あげる。で、ちょっと。行きましょう。ここで揃いました。来ました。ここで設置物を打つと電撃を放てる。どう？おお、出てます、出てます。これが今回の戦い方。自分を追いかけてくるやつが1個いるかな。いてもらって撃つと。はいはい、なるほどね。お、持続時間ナイスナイスナイス。これは大きい。まあダメージかな。一応電気のダメージなんですかね。リロードナイス。こういうことね。いや、これ初めて見るな。やったことないね、何気に。リロードいって、あ、ついてくる。上げて、こんなリロード早いでしょ。1、あー、まあ、取らんでもいいか。物理ダメージ。あ、これならリロード取ろうかな。物理ダメージ。あ、リロードいけますね。あ、こっちにしようかな。これ早く置いて、で、持続時間もさっき伸びたし、それを撃つ。で、ついてきてくれたらより撃てるんで、止まるのもまあまあ全部ついてこなくてもいいですけど、貫通するわけでもないしね、弾が。自分の近くにいてくれる方が電撃が発生しやすい。これが果たして強いのかどうかさておきなんでね。で、電撃ダメはこれだけにすることでどんだけ出るかをちょっと分からせようかなと。こうすれば敵はリパルサーで近づけないし、雷が起きるみたいな。見えねえ。ちょっと見えないっすね。ついてきちゃダメか。ついてきたやつに行くから、まあまあどうせ届かないからいいか。リパルサーとこれだけにしてリパルサーで止めて、そこ雷みたいな、それも面白いね。ナイトラ見えましたね、位置が。リロードだけ取りましょう、基本的には。それで上がっていく分には OK。 進めようかな。お、連射。まあ上げるか。ナイトラは多分まだもう一箇所あると思うんで集めたいなと。これ強いのかな。あ、止まったら連射リゾート、これかな。誘い込め。お、いいね、リロード。もう書いてあったんですね。
これ左下ないとら行かないといけないか。ああ、まだゴールドもある。これ倒しちゃうんじゃね。諦めて倒すか。暗い電気、電気つなげるのでドローンだっけ、なんか他にありますよね。あれと比べると範囲はなんか、ボタイク、あの電気フェンスかと比べると範囲は明らかに狭いというか、寝れる対象は少ないですよね。いや、まあこっち行ってビーム本数かな。ついてくる、欲しかったけど。撃つと発光体、発光体。リパルサーで止まったやつがどうしようもなくなってるから面白いね。これダメージ96でしょ。あんまり上がんないしな。連射もいらないですよね。幸運でも取っとくか。持続時間、リロード、ダメージでもないのでクリティカルでいいかな。これ近くの敵を撃つやつなんで、まあ来てくれて置いてれば条件は整ったと言わんばかりに雷が起きるわけです。ここの陣形ね、どれが当たってるかよく分かんないけど近づけないし敵は終わると。動けねえ。これを倒せば自由に。全体的にリロードとりあえず早くして、ここを要塞化してあのお金拾いながら、ここだ。よっしゃー、めっちゃ死んでるめちゃくちゃ強くなってる。左行け。どこだ、どこが足りない。ここね。いや怖え、動いてなくてよかった。そこでいいと、鼻集めれてないし、経験値集めないといけないか。それよりも花と経験値
戻りましょう。鈍速ですねこれはね。上の方でめっちゃ倒れ、まあ、でもこれ多分置いていくだけで勝手に倒れる。あ、やばいやばい、あいつ、あいつ倒れる、あいつ倒れる、もう倒れる。エリートの死が迫ってる今明らかに。終わった。よし。それでここね、ここ取らないと。あとに関してゆっくりと安全を確保しながら回復もして、よし、電車かな。さあボスをこれで電気地獄に誘うと。持続時間かっこよく、ん、鈍足ついたしな、ついてくる機体かな。言います。さあまばゆい光を放つことになったこちらスタビーボルテック SMG、設置物というね、まあ、ドローンも含むと思うんですけど、それらを撃てば、撃つ、自分で狙うことはできないんですけど、撃てば、雷のやつが発生する。連射早いんですけど、まあ、敵がいないと、撃たないかな。うん、そうですね。だから狙い、車線上にいたら、まあ、たまたま狙うよくらいの。感じ。これ自分のところにこうやって作ればボルタイクと合わせて、リパルサと合わせて敵の進行を防ぐことができるね。で電気で与えるみたいな。こういうことができます。どっちもどっちですかね。追いかける気はそんななかったですね。来れるかな。やば。痛い痛い痛い。遠距離にだけ弱いわ。お、来た。動かないか。リパルサネ動いてほしかったな。まあ、この辺ちょっと安全にしといて。さあ押しのけながら燃やしながら、電気はどうですかね。どこ打ってんだろうね。もう音がないです。無音世界入ってます。わあ、連射でも取るか。じゃあここで止まる神になります。近づけないでしょうね。あそこ誘いたかった。無理か。ボスに使えるかな。ここ、ここ
あ、聞いてる聞いてる聞いてる。足遅くなったのは結構致命的で、置いてる暇がないですね。来ました新人系。どう、ここに来てくれ。多すぎて電気が通ってないかな逆に。よーし、でも倒したね。電気じゃない気がするけど。さっさと逃げるか。これ痛くないわさあ、最後まで上げてみまして、当たったら電気を起こすっていう強化ですね。貫通とかがあったりすればなんか変わりそうだけど、弾がね止まっちゃうから。あるのは他の武器強化、リロード爆発、あと何があるんだろうね。まあ DPS はぶっちぎり低いです。で電気ダメージはぶっちぎり低いですと。これはなんか使えるのかな。リパルサー止める、燃やす、電気っていうシナジーみたいな。まあでもそこをするドローンでもいいですし、別にドローン、炎、ドローン、電気とかの方がより届くと思うしね。動きながらだともう基本的に後ろ側に使うと思うんですけど、それはそれでまあ微妙なとこで、他に電気つなげるやつがある中で、このやつ、この武器は撃つことで電気が発生する。面白いですけど、ちょっとね、結果は伴わないですね。